マリサ、なんかヤバいツイートを見かけちゃったんだけど。ベラルーシ11月参戦の可能性、だってさ、さすがにこれはヤバすぎるんじゃないの。なんか10月5日には、ルカシェンコ大統領が子供は芋掘りすべしって謎の発言してたり、すでに我々は参戦している状態だから、ウクライナへの出兵は行わないよとか言ってたから、ちょっともうベラルーシ何しようとしてるのか、ガチで不明なのよね。相変わらずののらりくらりとプーチンの要望を交わす采配なんかこれ。ベラルーシの11月参戦の話が出てからの芋掘り発言、なかなか判断しがたいところだ。ただし、実は9月30日近辺に入り、いろいろと不穏な報道が相次ぐようになってきているのも事実だ。ウクライナ戦線はリマン解放やヘルソンの進展など順調に領土の奪還に成功しているものの、やはりロシア中枢部も関係諸国も大いにこの状況に苦慮しているようで、核兵器の使用可能性がちらついたりと、なかなか状況は良くなさそうだ。プーチンは一方的なウクライナの4州を自国併合を宣言しているし、そこからもさらなる兵士を募っている感じですもんね。兵士不足が極まってますよこれ。まさかこの状況でベラルーシが乗っかってくるのかって気もしますけど、ルカシェンコ大統領の権力も、プーチンあってのものであることは確かでしょうし、そういう意味では確かに参戦の可能性も否定できないのよね。それについては憶測に過ぎないが、ロシアとウクライナの戦線は新たなステージに突入しているのかもしれないな。ということで今回は、ベラルーシ参戦の危機？第三次世界大戦に突入かと題し、ベラルーシの動きとその危険性が高そうな情報について解説していこうと思うぜ。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かった、ためになった、とか思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問などあれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになってます。それでは皆様、ゆっくりしていってね。第三次世界大戦突入かと題したものの、すでに戦火はロシアを中心に広がりつつある。ベラルーシが参戦してこようもんなら大変なことだが、もしもこの一連の戦争が後世の歴史で語られるとするならば、まず間違いなく第三次世界大戦の始まりは、ロシアによるウクライナ侵攻だろう。そういった意味ではすでに第三次世界大戦に突入しているとも言えるが、第三次世界大戦への発展をまだ抑えられる可能性があると考え、第三次世界大戦へに突入かという表現にしていること、あらかじめご了承ください。いやマジでさっさと撤退してもろて。もう誰がどう見ても逆転は無理ですよこんなの。まずはベラルーシについて、ベラルーシはロシアの西側、ウクライナの北側に隣接し、ウクライナ侵攻が始まる前からロシアへの協力が目立ってきた。例えば、昨年末からウクライナを取り囲むように展開していた10万を超えるロシア軍のうち、約3万はベラルーシにいて、緊張が高まっていた2月もロシアとの合同軍事演習を行い、それが終わった後もベラルーシに留まり続けていたりする。その時点でウクライナ侵攻には関わってないとはいえ、すでにロシア軍の拠点の一つになってはいたのよね。ただし、親ロシア派であるベラルーシはロシア軍のウクライナ侵攻に伴い、開戦直後から参戦の可能性を報じられてきたものの、少なくとも10月4日の時点で参戦はしていない。ベラルーシにとっても相当危険な賭けになるからだろうか。ルカシェンコはずっとはぐらかしていたんだよな。まあ気持ちはわからなくもないですけどね。親ロシア派だからこそ成り立っている政権だから、そもそもロシアから手を引くことができない。なんなら西はポーランドと隣接してるし、欧州最強になりつつあるポーランド戦車軍とか、NATO 軍との戦いだけは絶対に避けたいでしょうしね。ベラルーシとしては、そうだな、だがここに来てまた新たな参戦の可能性が報じられた。ことの発端は9月29日だ。ベラルーシの元文科省であり、現在は反体制派の国家危機管理局の立場にあるパベル・ラツシコ氏が、11月から2月の間にベラルーシのルカシェンコ大統領は12万人の兵士を配備することに同意した。ルカシェンコ大統領は本格的な戦争を準備しています。と表明、ここに来てベラルーシが参戦する可能性を SNS に投稿したんだぜ。本当にベラルーシが参戦したらもし戦地が広がるとなると周辺の国々にも被害が及んで、本格的な第三次世界大戦が始まってしまうことが容易に想像できるわ。影響は甚大だろうな。ただ、これに対してベラルーシ国防省のテレグラム公式アカウントは、現在、ベラルーシ軍で動員活動はないこと、軍事集会は全て計画されていること、そして、軍事委員会の将校は日常的な業務を引き続き行っていることを説明している。ベラルーシはあくまで普段と変わりないただの日常を送っていると主張しているのね。うむ。
公式には参戦の意思は表明していないようだな。ベラルーシはこれまで参戦しない方針を貫いており、9月25日前後はルカシェンコ大統領やベラルーシの外務大臣も参戦することはないと語っていた。10月5日にもウクライナへの出兵はないと語っていたのは、冒頭で話した通りだな。ベラルーシとロシアは深い関係であるし、本当はこそこそ計画を立てていたりして、実際にその数日後に参戦の報道が出てしまったからそう思うのも無理ないな。ロシアも開戦するその時まで、開戦しないと言っていた事実もあるし、ここは本当に日本に住む一個人の視点ではさっぱり判断ができない。果たしてベラルーシのルカシェンコ大統領は、ロシアと西欧諸国とのバランスをキープし続けている、ある意味有能な策士なのか、それともウクライナ出兵への意図をひた隠しにし、かつてのロシアのようにどこかで行動に移るのか、いずれにせよ、10月5日時点ではまだ未確定の情報だということは念頭に置いてほしい。また、ロシア軍の動員兵がベラルーシに増派予定であるという話も注目すべき動きだ。これはウクライナの諜報機関によれば、ロシア軍はすでにロシア派2万人の動員兵をベラルーシに派遣し、ベラルーシにすでに駐留しているロシア軍と合流させつつあると報じている。なんだかベラルーシが参戦するために手助けをするみたいだわ。そうでなくても、ベラルーシからロシア軍を撤退させる気はないということよね。この動き自体はロシア軍がウクライナへ侵攻を開始するタイミングでも存在したので、一概にベラルーシ軍の参戦を意味するとは言えないが、もしかすると21日の動員令を経て増やした兵を用いて、ベラルーシ側からウクライナへ侵攻、首都キーウへの再攻撃を画策している可能性もある。これに伴い、ベラルーシ側は追加のロシア軍を受け入れる準備を進めていることは事実のようだ。飛行場や鉄道、その他農場の倉庫に至るまで、ロシア軍を受け入れるための体制を整えつつあるということが、これもまあウクライナの諜報機関によって報告されているぜ。ふむ。ベラルーシに軍を送ったってことは、位置的にどう考えてもウクライナ北部を狙うわよね。これはまたウクライナにとっては最悪の話ですよ。ベラルーシ参戦に直接関わるかは不明だが、もう一つ気になる報道が最近あった。アメリカ国務省がロシア在住のアメリカ人に対し、速やかに国外退去を行うように勧告声明を出したことだ。この理由はロシアとの二重国籍者が徴兵される危険性があるため、とのことだ。は？もはやアメリカ人だったとしても、徴兵される可能性があるってこと。そんなの善意がないことは重々承知でしょうし。肉壁戦術でも考えてるんかこれ。外国人でさえ部分動員の対象になるのはおそらく確かだろうな。すでにロシア軍が独立を承認させたウクライナ4州では、ウクライナ人の徴兵手続きも進めているし、ちなみに、9月30日中にはイタリアもロシア在住者に対する避難勧告を行っている。イタリアは航空機によるロシアからの移動が困難になっているから、と語っていたな。イタリア、最近ロシアに近い、極右政党が勝利してましたよね。メローニ党首だっけ？ロシア軍の侵攻には否定的な見解を示しているけど、欧州全土に広がる物価高やらエネルギー価格の向上が、ロシアへの経済制裁への批判ともなっていて、これが既存政権を倒したことにつながったと。イタリアってのがまたな、かつてのイタリアの独裁者であるムッソリーニの流れを汲む政党とのことだしな。EU や NATO 諸国としては、驚きとともに大きな不安を抱く結果となったことは確かだろう。イタリアの今後の動きは気になりますね。ここに来ていろいろと歪みが生じている印象といいますか。ベラルーシ参戦の可能性は未だ不明ではあるが、少なくともウクライナ軍のハルキウ大攻勢の成功、そしてロシアの部分動員令が指し示すように、ウクライナ侵攻は新たなステージに移っていることはほぼ確実と考えられる。ポイントはロシアがルガンスク州、ドネツク州、ヘルソン州、ザポリージャ州の4つの地域で住民投票を進め、これらを独立共和国として認める手続きが進んでいることにある。でも、これってロシアの一方的な主張ですよね？これがもちろん茶番であることは SNS やニュースで知られている通りだが、これはロシア軍の動員の正当化に利用できる恐れがある。どういうこと？どうしてこの茶番が兵士動員の正当化につながるの？ワシントンの上級政策研究員であるダラマシコット氏のツイッター上での考察を引用すると、流れはこうだ。まず、占領地域併合後に、ロシアはウクライナに対して停戦を申し入れる。もちろんロシアが独立共和国として承認した地域はもともとウクライナの土地であるため、ウクライナはこれを拒否する。ここまでは想定できるわ。ウクライナがこの申し入れを受け入れられるはずがないじゃない。これをロシアの視点で考えてみるとどうだろうか。ウクライナは4つの地域の独立を認めない征服者であるとみなすことが可能になる。こうなると、ロシア視点でこの戦争は侵略戦争から防衛戦争に切り替える。独立共和国の主権が脅かされているとして、戦術核の脅しを使うようになるだろう。そして核の脅しでウクライナとその支援国に戦線の進展を停滞させ、
その間にロシア軍は必要な準備を行うだろう、という流れだ。なるほど、流れは理解できますけど、相変わらず言い分はめちゃくちゃですねこれ。このダラマシコット氏の考察から、2万人の動員兵をベラルーシに送ったことについて、兵士たちをすぐにキーウ侵攻に利用するのではなく、ベラルーシの地で駐屯していたロシア軍やベラルーシ軍から訓練を受けるのではないか、とも考えられる。ベラルーシの参戦についても、11月から2月にかけて10万人動員するという話であった。ロシア軍としてもベラルーシ軍としても今は準備の時間が欲しいのではないだろうかって感じだ。なるほどねー。最初は速攻戦で片付ける予定だったロシア軍も、もうそれは不可能になったから、今度は時間を確保しなきゃいけない立場に回っているのか。まあ、あくまで予測の一つとして捉えておいてもらえると助かる。ロシアやベラルーシは軍備拡張のために十分な時間を必要とするだろうが、ウクライナやアメリカが十分な準備を与えたいかと言われると微妙なところかもしれない。ウクライナは一部領土を奪還したり、進展があるもののロシア同様決して軍備が十分であるとは言えないからだ。ロシア軍が人員や兵器に関して様々な問題を抱えている中で、ウクライナ軍の兵器も、ロシア軍を完全に打倒するために必要な十分な兵器が整っているとは言えないのだ。そうよね。ロシア軍もウクライナ軍も人材や物資を消耗しながら戦ってきたものね。どちらが早く体制を整えるか、どちらが先に仕掛けていくかで結果が変わりそうね。ひとまずは戦いがこれ以上広がらないことを願い、今後どうなっていくか見守っていこう。といったところで今回の解説は以上だぜ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、チャンネル登録して他の動画もぜひ見てくれだぜ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。